ビー、私たちの出番みたいですわよ。そうだね、行こう。行ってるビー。こんなところで私たちチームラビー。今は2人だけですけどね。ワイズルービーウィン。我が軍に敵なし。さあワイス、次の相手に突撃だ。やれやれですわ、すぐ調子に乗るんですから。私でなければ愛想を尽かされるところですわよ。蝶のように舞い、蜂のように刺すでいいの。ワイスワイス強襲。優雅に美しく勝利ですわ。戦ってる時は必死だったじゃない。ワイズレイクウィン。うまくいったじゃない。さすがアイスクイーン、冴えてるわね。ちょっとその名前で呼ばないで。言ったでしょ、私に任せておけば間違いはないと。にゃん、冷静に行きましょう。細かいことはいいから、まあ見てなって。やっフェリー。うわー、なんとかなった。まあ、そうですよね。ワイズヤンウィン。ヤン、あんまり無茶はおよしなさい。勝ったからいいものの、私たちの敗北はチームの敗北なのですわよ。わかってるって。よし、今日もチームルビーの活躍とどろかせようじゃないの。おのれを、その覚悟を疑うな。心得ています。超えるべきは過去の私自身。これが純然たる力の差。そして掲げた覚悟の差ですわ。ワイズハクメンウィンパーフェクト。よきさえその剣に宿りし誇り、夢を忘れるな。ええ、シュニーの名を貶めるわけにはいきませんもの。正々堂々、真摯に参りましょう。理解不能、邪魔する奴は排除するだけ。フィニッシュ。被害状況確認、損害軽微。私の采配にかかれば当然ですわ。ワイズニューウィン。ちょっとあなた、好き放題暴れるのは結構ですが、少しはリーダーの指示に従ってくれませんこと。リーダー誰。準備はよろしくて、作戦通り参りますわよ。了解。作戦って何だっけ。来て飛んでけ。まあなんとかなったね。後でお話があります。よろしいですよね。はーい。ワイズマコトウィン、パーフェクト。どうして作戦通りにできませんの。あれほど入念に確認いたしましたのに、あなたという人は。ごめんてば、次は心を入れ替えてちゃんとするからさ。で、作戦ってなんだっけ。
くれぐれも私の指示通りにお願いしますわね。うるせ、指示してんじゃねえよこのペッタン2号。やるじゃん、やるじゃん、エクセレント。ま、ペッタンにしてはやる方じゃねえの。ペッタンにしては、な、成長期はまだまだこれからですわ。ワイス、プラティナム、ウィン。ありませんでしたのに、あなたが勝手なさるせいで私のプランが台無しですわ。なもんどっちでもいいじゃねえか。母ちゃんいいんだよ、母ちゃんよ。焼け野原をご覧に入れましょう。それとも雪原をご所望ですか。そこね、フィニッシュ。寒そうね、温めてあげましょうか。いいえ、冷やして差し上げるのが最良ですわ。ワイス、ナイン、ウィン。なるほどね、それなりにやるようではあるけれど、せいぜい火傷には気をつけてね、お姫様。そちらこそ、凍傷にはくれぐれもご注意を。特別捜査隊のリーダーがお相手とは光栄ですわ。情けないところは見せられないな。来て、こんなドレッシュ。悲しいくらいに余裕ですわね。楽しいのか。俺は意外に楽しかった。冗談ですわ。楽しかったですわよ。ワイス、ユー、ウィン、パーフェクト。君の大胆な行動、状況に応じた多彩な技の数々には助けられたよ。シュニー家とは名門なんだな。そう言ってもらえてよかったですわ。またお会いしましょう。それではごきげんよう。本日限りの大舞台、最高の演舞見せてあげるね。あら素敵、私もダンスは得意ですの。ご一緒しますわ。ちょっとひどくリアル。あれ、もう終わり。調子抜けですわね。ワイス、ユキコ、ウィン。炎と氷の共演、お楽しみいただけまして。私たちの舞も悪くはないでしょ。舞を楽しんだ後は、心も体も休まる温泉宿天城屋旅館へ。いつでもあなたたちのお越しをお待ちしております。なるほど、あなたが噂のアイスクイーンですか。ちょっと、なぜみんなその名で呼びますの。ぜひ、くせれ。そんなものでしょ。ワイス主任、あなたたちを倒した者の名前ですわ。覚えておいてちょうだい。意外と繊細な方なんですね。ワイス、ナオト、ウィン。探偵さん、次はどういった作戦でいきましょうか。あなたにならチームの参謀をお任せできますわ。光栄です。ワイスさんの期待を裏切らないように、次の戦いも気を抜けませんね。強者とは常に余裕を持って戦いに挑むものですわ。ああ、だが気は引き締めていこう。来て、クーブラン、フェラーレ。処刑完了だ。あら、処刑なんて物騒ですこと。
White! Michiru! Win!冷静な分析と的確な攻撃、さすがはアイスクイーンといったところか。あら、あなたもさすがですわよ。孤高の処刑女王、その容赦のなさ、相手がほんの少し気の毒になるほどですわ。ワイス、私たちをご指名みたいよ。光栄なことですわ。丁重におもてなしして差し上げましょう。来て、セクリットスパイア。勝利の秘訣は正義と高潔さとチームワークかな。 White Warrior Win。 常に目指すべきは最高の自分。私はあなたの最高のパートナーでありたいものですよね。素敵な言葉ね。私も時間の許す限りはあなたの良きパートナーであると誓いましょう。眠っていてもよろしくて。リザーブドタスクを実行する。お前の人としての能力は逸脱している。あら、わかります。私もそう思いますわ。ワイス・バティスタ・ウィン。エセルを持たさるとも強大な力を有する個体が、これが神の子たる人の可能性だというのか。あなたがおっしゃる意味は分かりませんが、私が可能性の塊なのは事実。なかなか見どころのある人ですよね。やっほー、みんな元気にしてた？チームルビー復活ね。よし、ケーキ漬けに一丁やりますか。相変わらずですわね。それではいざ尋常に勝負。 Can't escape from crossing fate. Fight!